はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で今活躍されている方、昔活躍された方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、国際協力の中でも特に途上国の人たちを日本に来てもらって人材育成をされている清水さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速なんですけれども、簡単な自己紹介いただいてもよろしいですか？はい、清水優奈と申します。大学では英語コミュニケーション学科に所属しておりまして、卒業後は留学生などを日本に呼び寄せて日本国内で人材育成をする企業に勤めております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。国際協力に清水さんが興味を持ったきっかけっていうところから聞いていきたいなと思ってまして、清水さんが国際協力に興味を持ったきっかけって何かあったんですか？正直なところ、あまり国際協力っていうところにずっと関心があったわけではなくて、そうなんですね。社会人になってで気がついたら国際協力の世界にいた、はい、という感じでした。じゃあ実際海外っていうところは清水さん昔から近かったですか？初めて海外旅行に行ったのがハワイだったんですけど、うん、そうなんですね。小学生の時に叔父の結婚式で家族でハワイに旅行に行ったのが初めて で、その時日本と違うこのハワイの綺麗な海と空とっていうところですごくいいところだなって覚えてます。なるほど。じゃあ小学生の時に初海外行きました。その時から海外には興味を持ってた感じなんですか？そうですね、その時から英語でコミュニケーションを取るっていうところは、飛行機の時とかも少し話すだけのすごい緊張したんですけどですよね。こう Thank you っていうだけで通じたのとかもすごい嬉しくて、英語でコミュニケーションを取るっていうのに関心がありました。そうなんですね。じゃあ小学校とか中学校とか高校の時も英語っていうところに関しては興味を持ってた感じなんですかね？そうですね、いろんな授業の中でも英語はすごく楽しく、テストとかも勉強を頑張ってました。なるほど。ただとはいえ学生時代、高校生までは海外にはそんなに自分から行くっていうことはなかった感じ。全くなかったですね、うん、そうなんですね。でそっから大学で、先ほど自己紹介でもあったと思うんですけど、英語コミュニケーション学部でしたっけ？学科です。そこに専攻された背景とかって何かあったんですか？漠然と大学で留学に行きたいなっていうふうに思っていました、うん、英語コミュニケーション学科に入ると必須プログラムで留学に行くという。そうなんですね。はい、だったのでそちらに行くことに決めました。あ、なるほど。じゃあ大学になって自分一人で留学するみたいなところを経験していくみたいな感じなんですかね？そうなんです。もう一つ変わっているところが、この英語コミュニケーション学科すごく少人数制で、一クラス15名なんですけど、そうなんですね、全員が一緒に行くっていうプログラム。その学科全員が同じところに行くんですか？そうなんです。1学年すげえ全員が一緒にカナダに留学に行く、はい、あ、そうなんですね。それってどれぐらいの期間行くんですか？半年間です。そうなんですね。なるほど。じゃあそれが自分から海外に行くっていうところの初めてだった感じですかね？はい、そこで初めていろんなことを経験しましたなるほど。実際そこも深掘りしていきたいなと思ってるんですけど、留学先はカナダに行かれたんですよね？はい。カナダのどちらに行かれたんですか？カナダのバンクーバーからさらに小型プロペラ機で北上した。小型プロペラ機プリンスジョージというところ。なるほどなるほど。じゃあカナダのバンクーバーからちょっと行ったプリンスジョージっていうところの大学で半年間留学してたって感じなんですね？はい、そうです。実際プリンスジョージの大学はどういう大学なんですか？いろんな学科、大学、うん、大学院があって、でそこで私たちは語学留学だったので、現地の留学生と一緒に英語のクラスを受けるっていう感じでした。そうなんですね。ちなみにプリンスジョージの英語の授業を受けるって、カナダの人たちもその英語の授業を受けるって感じなんですか？現地のカナダ人の方とはまた別で。そういうことですね。はい、留学生が受ける英語のクラスですね。実際にそこでどういうことを学ぶんですか？エッセイの書き方とか、はいはい、いろんなテーマが出されて、例えばプラスチック問題とか、それについての自分の意見を書くとか、うんうん、そうなんですね。プレゼンテーションもかなりしましたね。じゃあ実際日本でやってるような文法とかそういうものを学ぶんじゃなくて、字を書くとか、うん、話すとかみたいなところが主で勉強したみたいな感じなんですね？そうですね、本当に使う、書く、話すっていうところをやっていました、うん、実際カナダプリンスジョージに半年間いらっしゃったと思うんですけど、実際どうでした？楽しかったですか？今振り返るとすごい良かったなと。当時はどうだったんですか？当時は本当何もない街だなと思って失礼ですけど、いい意味で何もなかったので、うんうん、一人一人とのつながりが本当に濃くて、
私卒業旅行でもう一回戻ってるんですよ実は。マジですか？わざわざカナダに行ってもっと行くところあるのに、それだけやっぱり人とのつながりが濃厚でしたね。あ、そうなんですね。ちなみにクマとかいますあそこ？はい、クマとかあとムースとかが出ますってこう看板があって気をつけてください。でも実際そういったところに遭遇したことはないですね。遠くでムースが怖すぎだろ動いてる。でもよく現地の友人のフェイスブックとかでは庭にクマが来ている写真とか上げてました。まあそれぐらい中で語学留学を半年間してたわけなんですよね。そうですね。実際どうなんですか、都会で語学留学する方がいいのか、田舎で語学留学する方がいいのか、どっちがいいと思います？プリンスジョージを選ぶ理由はないかもしれない、すみません正直に言ってしまって。いや、でも振り返ると、はい、英語でコミュニケーションを取るっていうのってすごく緊張するじゃないですか。着いた数ヶ月はホストファミリーでさえ何かこう自分の気持ちを言うのもとても緊張してたんですけど、半年経つと本当にずっと一緒にいる人たちなので、すごく安心感とこう居心地のいいコミュニケーションができたので、それがうまく英語を話したいっていうふうに思えたきっかけかなと思います。そうなんですね。なるほど。ホームステイって結構大変でした？本当に家によりますけど、私が受け入れてくださったホストファミリーはすごく慣れてていい方で、2歳と4歳の子供がいたんですけど、本当に毎朝ドタバタドタバタ6時くらいから家を走り回ってやりとか、はい、あと教会に毎週日曜日に一緒に連れてってもらって、そこでいい人たちに会って歌ったりとかして、そういうのもすごくいい経験です。なるほど、そうなんですね。じゃあ田舎で語学留学っていうところは何もないなと思いつつも、ホストファミリーとか人とのつながりっていうところではすごく良かったってことなんですかね。はい。なるほど。実際じゃあそれを思って海外との付き合いが楽しいっていうところに変わったと思うんですけど、そっから国際協力に紐づくのって何かあったんですか？カナダの留学を終えた後にもっと自分で主体的に英語を使いたいって思ったんですね。でカナダ留学生ということで学科全員で行くってこともあって、はいはいはい、すごく守られていたんですけど、うんうんうん、カナダから帰ってきた後は一人でシンガポールにインターンシップで行きました、うんうんうん、あ、そうなんですね。なるほど。それってなんで一人で行こうと思ったんですか？今度は留学っていうか学ぶっていう感じじゃなくて、英語を使って働いてみたいって思って、うんうんうん、それで検索をした時にいろいろと見つけて、うんうん、あ、そっか、学生でインターンみたいなところで、インターンシップでかつ英語を使えるみたいな形で検索をかけて、そしたらいろんなところがヒットしてきたって感じだった。そうですね。私が探していたのは全て海外に行って短期間でインターンシップをするっていうところで、それでシンガポールに4週間行ってました。あ、そういうことですね。でもシンガポールで何されてたんですか？シンガポールではツアーガイドのインターンシップをしてました。そんなのしてたの？楽しそうですよね。そうなんですね。ベンチャー企業でシンガポール人の結構いかつい男性一人と私しかいないんですけど、うんうんうん、日本の会社ではないんですよ、じゃなくて現地のベンチャー企業で。すげえ。どれぐらいの期間インターンしてたんですか？4週間。ツアーガイドしてたんですよね。ツアーガイドをしているベンチャー企業でアシスタントとして、うんうん、そうなんですね、はい、シンガポールの魅力を発信するっていうようなミッションをもらっていました、うんうんうん、えー、具体的に何されてたんですか？シンガポールでは。シンガポールのガイドについていって、グループの後ろについて観光客から質問があった時に答えしたりとか、うんうん、あとは空いてる時間には博物館だったりいろんな観光地に行ったり、あと現地のホーカーズセンターっていう屋台がいっぱいあるところに行って現地の有名な食べ物とか実際に食べて、うんうん、こう聞かれた時に答えられるとか本当にシンガポールを知り尽くすようなインターンシップでした。な、ね、なるほど。じゃあその4週間で一番面白かったこととかあります？やはり大変なこといっぱいあったんですけど、そうですね、何が一番面白いボスの方が、うん、いかついボスがパッションに溢れてるんですけど、着いたその日に私の熱意が感じられないから、本当にあなたは何しに来たんだって言われちゃいまして、それで正直なところ旅行会社でどうしても働きたくて応募したわけではなかったので、図星というかどうしようかなって思った時に、でも私はここで成長したいんですって言って4週間インターンシップさせてくださいってなんとかお願いして、それで4週間を。すごいですね。そんなシンガポールの方いらっしゃるんですね。かなりこうストレートにコミュニケーションを取ってくる方で、はいはい、あなたはどうしたいんですかっていう感じで意見を聞いてくる
感じだったので、すごくコミュニケーションの上達はなったと思います。でもまあ国際協力っていうよりは先にやっぱ海外とか英語を使って働いてみたいっていう形が多かったっていうところなんですね、うんうん、はい、そこからどん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 入っていくような感じなんですね、はい、そうなんです。はい、ありがとうございます。ちょっとこの動画では清水さんが国際協力になんで興味を持ったのかみたいなところをお伺いしたんですけど、次の動画では大学時代は他もいろんなことされてらっしゃると思うので、どういうことされてたのかっていうところをお聞きしたいなと思います。はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。